電話機。電話機、電話機とは、電話をするために、電話番号の指定や、通話者が会話をするための装置である。公語では単に電話とも、講義には携帯電話も含まれるが、本校では、競技の固定電話回線の端末について解説する。電話機は、声を電気信号に変換するマイクマイクと、声を再生するスピーカー、心霊装置、 番号を入力する装置から構成される。初期の電話機は、技術的には、多様だった。1890年代には、ロウソク型と呼ばれる電話機が登場した。後に黒電話が普及した。ナンバーディスプレイなども備え、生産統計において、標準電話機と呼ばれる基本的な機能を持った、電話機や、コードレス電話、ファクシミリなどを備えた、多機能電話機が販売されている。 英語、テレフォンの語源となった、ギリシャ語のテリーは、遠いを意味し、フォーンは、声を意味する。利用者の声を電気信号に変換する、マイクロフォンと、相手の声を再生するスピーカー、電話がかかってきたことを知らせる、心霊装置、電話をかける際に電話番号を入力する装置、キーパッドやダイルなどで構成される。マイクロフォンとスピーカーは、受話器として一体化していることが多く、 本体とは、螺旋状のコード、カールコードで接続されている。固定電話は導線によって電話網と接続されており、携帯電話は無線によって電話網と通信でき、持ち運び可能である。コードレス電話は電話網と有線でで繋がった、親機部分と無線でその親機と通信切る小機に分かれている。半導体素子が安価に大量供給される、以前の電話機は、機械式リレーと、 受動素子のみで構成されていた。受話器を取る、奥操作により、フックスイッチが上げ下げされることで、電話回線曲線を変化させ電話交換器が回線接続、回線切断を判別したことから、今でも回線接続をオフフック、回線弾の状態をオンフックという。かつての電話器は総話器が電話機本体に近づけされており、本体とコードで結ばれた。 受話器の実を手に持って耳に当て、本体の相話器に向かって声を出していた。1930年代から相話器と受話器が一体化した形になった相受話器が主流になり、片手でしかも本体に生体しなくとも通話できるようになった。しかし現在でも日常会話では、相受話器を受話器ということがある。例、ベルが鳴ったら受話器を取って話すなど、相受話器は ハンドセットといい、頭部に装着する操縦脇はヘッドセットという。電話交換機からの給電のみで動作する基本的な機能として次が挙げられる。マイクロフォンが音を電気信号に変換し、それを公衆交換電話網経由で相手の電話機まで送り、そちらのスピーカーで電気信号を音に戻す。電話の通信路は全二重であり、相手の音声を聞きながら、 自分も同時に話すことができる。しばしば、電話機の記号は、電話番号を表示するために使われる、電話マーク。ユニコードには、U プラス2121、21 21, U プラス 260E、e, U プラス 260F、F, U プラス2706がある。初期の電話機は、技術的には、多様だった。液体抵抗型総和器を使うもの、永久磁石の周りの電磁石。 コイルを振動板で振動させて電磁誘導によって信号を発生するものムービングコイル型があった。電磁誘導の起電力を利用する方式は電源がなくとも通話可能という利点があり、20世紀後半になっても少数ながら軍用などに利用され続けた。しかし主流となったのはエジソンのカーボンマイクで他の方式よりも音声が大きく。 誘導コイルを必要とするが、それがインピーダンス整合用変圧器として機能し、信号線とのインピーダンスを整合させることができる。このエジソンの特許によってベルは20世紀に入るまで市場を独占することができたが、その頃には電話機自体よりも電話網の方が重要に行ってきた。初期の電話機も電源を必要とし、その場で発電するか電池を使用した。 当時は加入者宅を巡回して電池交換が必要かどうかをチェックする職業もあった。20世紀には強電式がよく使われるようになった。これは電話交換機側から信号線を通して給電する方式である。初期の電話機の加入者線は一本の導線であり、電信と同様に個々に設置することで回路を形成する。また最初期の電話機は、 送は機と受話器が共用になっていて一つしかなく、口と耳に交互に当てて使うようになっていた。送は機と受話器が別々の方が当然便利だが、そのような装置は高くついた。当初電話交換の利点はあまり利用されなかった。初期の加入者は以前からの電信の利用者で2台の電話機をリースし、例えば商店と自宅などに設置して使っていた。 複数地点間の通信を必要とする場合は何台も電話機をリースし各地点間にそれぞれ別個に回線を引く必要があった通話開始の合図は非常に原始的な方法から始まったユーザーは総惑機に向かって口笛を吹くことで交換手交換を経ない場合は相手に電話をかけることを知らせた電話交換が 主流になると電話がかかってきたことを知らせるベルが電話機に装備されるようになり当初は通常の電話線とは別の線を引いてその信号でベルを鳴らしたその後電話線一本でベルも鳴らすようにするためベルとコンデンサを直列につないでベルを鳴らすための交流信号のみを通すようにし直流信号がブロックされていることでオンフック状態だわかるようにした強電式や 定期的な電池交換が不可能ない中では、マグネ糖などの発電機を手回しクランクで回して発電し、相手側交換手ノベルを鳴らした。1890年代には3つの部分で構成されるもっと小型の電話機が登場した。層脇はスタンド上にあり、この形状をロうソク、キャンディルスティック型と呼んだ。使っていない状態では、受話器をフックにかけておき、 このフックがスイッチの役割を果たしている。それまでの電話機は音声とベルそれぞれにスイッチがあり、別々に操作する必要があった。新しい方式では利用者が電話のフックを外したままにする事態が発生しにくくなった。発電機、ベル、誘導コイル、電池などは電話機本体とは別の箱に収められ、電話機と接続されるようになっていた。強電式の場合は、 電池交換が不要で手回しで発電する必要もないため、その箱は机の下などの見えない場所に設置された。単線には、ローワや交流電源のハム音が雑音として乗ってしまうという欠点があり、ツイストペアケーブルが使われるようになっていった。また、長距離の回線には4000式が使われた。20世紀初め頃、長距離電話は一般の電話からはかけられず、 専用の高音質の電話ボックスを予約して利用するのが一般的だった。電話機に取り付けられたダニエル電池より直流電力を送り電話交換紙を呼び出すのもの。ガワーが発明した炭素送話器とベルが発明した永久磁石受話器とを組み合わせていた。二人の名が合成されてこの名がある。電話機に取り付けられた磁石式の発電機を クランクハンドルを用いて手で回すことにより交換器の表示器を動作させ表示器の蓋を落とす交換手を呼び出す仕組みの電話機交換器につながず直接相手方電話機につなぐと発電機は相手方電話機のベルを鳴らしてくれる相和用の電池を内蔵するタイプは定期的な電池交換が必要であるが商用電源が得られる場所では直流化して使用する

通話終了も受話器を下ろすことで自動的に交換手に通知される。電話機側に電池や発電機が不要で保守が簡略化された。しかし、48V の電圧を回線に常時加えるため電線の絶縁材料が悪かった時代には障害が多かった。現在では着信専用電話機としてあるいは旅館などで 校内電話交換機を持つ場合に用いられていることもある。同速型よりも普及したのが、本体に手回しクランクなどの部品があり、総脇機と受話器のついた取っ手状のもの、いわゆる受話器が本体と線で繋がっている形状のものである。これに交換紙を通さずに、通話先を指定できるダイヤルを装備したのが、ベルのモデル102であり、いわゆる黒電話の原型となった。 日本電信電話校舎時代から一般家庭にレンタルされたパルスダイヤル式電話機600系電話機601系電話機の通称として広く認知されているただし同様の携帯の電話機は600系電話機の出現以前からある生産統計において標準電話機とは基本的な機能のみを装備したものであるメーカーによっては ベーシックテレホンということもあるが、操縦脇と数字ボタンのみが装備されたものもある。これらにはシンプル電話等の呼び方もある。標準電話機にはコンパクトなタイプのものもあり、操縦脇と本体が一体となっていることもある。生産統計において多機能電話機とは標準電話機よりも多機能なものを指す。以下の機能は別の品目となっている。 装飾電話機、ファッション電話機とは、技能よりも装飾性を重視した電話機である。電話不設の初期から、不可使用料を支払うことで利用できた。端末設備自由開口は、ダイヤルボタンが受話器側にあるものなど、デザインも多彩となった。福祉電話機、NTT では、シルバー本と故障とは、耳が聞こえにくい、手が不自由などの場合でも支障なく使用できるように、 工夫された電話機である。業務向けはビジネスフォン、コードレス電話は当該記事を参照。生産中止。事務所では事務連絡に使用するため事務所に設置されていた。また、商店の店先に設置され、近所の電話のない家庭への呼び出し電話としても利用されていた。家庭への普及の初期には電話回線を契約していない世帯への 呼び出し電話としての利用も引き続き多く、玄関先に設置されているのが一般的であった1970年代頃までの住所録の電話番号欄に NN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 X 型呼び出しの記述があったりするのはこの名残。多くの家庭に普及した後には今に設置されるようになった。また、親子電話、着信をスイッチで切り替えて、日和機能を持つ切り替え式と、 一本の回線に2台が電気的にぶら下がっており日は機能のないブランチ、分身式がある。さらには PBX を用いた内線電話システム、ホームテレフォンも1970年代半ばに登場したなどで個室にも設置されるようになった。2009年末現在、全世界で60億台弱の携帯電話及び固定電話が使われている。 内訳は固定電話が12億6000万台、携帯電話が46億台である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。